はい。まあ、世の中いろんな話があるというのはね、さっきからもうなんか語り出す前のフレーズなんですけどもね、うん、デブルーマンさんからいただいております砂糖に風邪って、はい、健康面に配慮してということで、私は別にそんなに困らないけれども、親方は大丈夫ですか？甘いものもお酒も両方いける口でしょ、うん、1日の目安は 25g 以下だそうです。炭酸飲料1本で 40g ですって。しかし課税すれば摂取量が減らせるという考え方はどうなのかね。取りすぎは良くないでしょうけども、毎日食べるものはちゃんと吟味して体に良いものをバランスよく食べて、成人病にならないように食事というのなら、食事というのは取らないといけませんけども、風邪すりゃええってもんじゃないですよね。隠れ牛丹さんも砂糖にも風邪ですか？国の借金減らすって、公共事業とか軍備とか蛇口全開なのに、また貧乏人から金を絞り取ろうとしていますね。チタのひげさんから、健康に悪いということでビールやタバコのように砂糖にも税金がかけられるということになりそうです。体に悪いということであれば塩の方が先だと思いますが、取りすぎると血圧も上がるらしいので、もしかしたら塩も検討されているんでしょうかということで、うん、塩なんかはあれですね、昔専売公社で塩をずっとやっていた、はい、そして私の記憶に間違えなければ、元というあの日本に襲ってきた、元の国なんかもどっから資金を調達できたかというと、塩に課税したということでね。はい。ああいうどうしてもいるものに対して税金をかけるというのは、昔からあることであって、うん、まあ、それは理由は健康であるとかね、国民の健康を守るとかっていう、はい、どうしても必要なものにこうかけていくということは、はい、健康であれ何であれ、やっぱりこう昔からやってきたようなことですよね。うん、でもその健康に悪いからっていう理由であるとすると、さっきもあの体に悪いって言ってましたけど、うん、これだって砂糖だって、まあ、タバコはちょっとよくわかりませんけど、うん、あの、砂糖だって塩だって体にいい部分もあって、うん、要はバランスのもので取りすぎがいけないわけでしょ、うん、砂糖そのものとか塩そのものがいけないわけではないので、うん、そんなこと言ってたら、うん、どれもこれも食品はそればっかり食べすぎたら、体に悪いってことになってきますよね。まあ、そういうことですね。バランスよく食べればいいってことだから、うん、その理由がちょっと違うかなっていう気がするけど。まあ、昔からそういうふうに元の国ではやったように、うん、必需品に税金をかけると、はい、いうことが国の財政を潤していくわけですからね。うん、トーマさんからいただいておりますが、国民の健康対策としてタバコ、アルコール、砂糖などへの課税強化を求めることなどを盛り込んだ提言書を厚生労働省の有識者会議がまとめたと。いわゆる団塊ジュニアの世代が65歳を迎える2035年までに実現すべく保健医療システムを示した提言書には、国民の健康対策としてタバコ、アルコール、砂糖への課税を強化することを求めています。また医療費抑制策として課税などの軽い病気の患者の自己負担を高くして自分で治療することを促すなど、病気に応じて負担割合を変えることなどが盛り込まれています。またタバコについては2020年の東京オリンピックまでに児童喫煙のないタバコフリー社会を実現し、2035年までには喫煙者自体をゼロに近づけるためのあらゆる手段を講じるということで、私もこれニュースで見てました。タバコフリー社会のはタバコをただでどんどん吸えるどこで吸ってもいいような世の中に目指してんのかなと思いました。全然逆ですね。タバコフリーってね、はい、うん、現在嗜好品であるタバコ、そしてお酒には税金がかけられている。タバコ税は1本およそ12円、まあこれ12円ごと煙にしていくんですね。はい、うん、酒税は酒の種類によって異なるが、ビールなら一缶 350ml で77円、うん。これも高いですね。税金が課せられていると。うん、よくあの、酒場でもってですね、ビール飲みながらタバコ吸ってる人なんかもどんどん税金を使っていく、うん、そんな姿やいうことですかね。甘い卵焼きとか食べちゃうともう砂糖も入ってるから、これ高くなるとかあるのかな。ああ、そうやって食べるとね、うん、もし課税されたら。肉じゃがにだって入ってるよ、砂糖。ねえ、はい、まだそこまではなってないんですが、うん、さらに購入する際には消費税も支払っている。今回まとめられた提言書の中には、タバコ、アルコール、砂糖など健康リスクに対する課税という文言があり、嗜好品のお酒やタバコに加えて普段よく使う調味料の砂糖などにも課税を検討していくべきと書かれておりますと。
まあ砂糖にまで風邪、使いすぎは良くないかもわかりませんが、毎日の料理やお菓子作りで使うのを、ね、使うのでやめてほしいです。課税、課税で結局 8% 以上税金を払っていることになりますよね。うん、それはなかなか貯金も止まらんわけやなと、まあ、こういうご意見ですけどもね。はい、まあ、日本貧乏ですから、税金上がってくんだろうなっていうのはなんとなく想像つきますけど、この間のあの、ビール、関係の、うん、アルコール関係の飲み物の時もそうでしたけど、その、なんか理由が、なんていうかな、私たちからしたらちょっと違うんじゃないっていう、そうじゃないでしょって言いたくなるような理由でもって言ってくるところが、はい、ちょっとこう、なんかプチプチってきますけどね。まあ、税金はともかくとしても、あのタバコフリー社会なんかは本当にやっぱりあの食べるところとかなんかは分煙というのはやっぱりあの政府でもって指導していかないと、お店の方ではなかなかこれはやれんと思いますよ、うん、常連のお客さんでね、タバコ吸う人がいたりして、やめてくださいとかっていうのも言いにくいんで、これ規則ですからとなると、それは初めてそこでできるんであって、はい、そのところそっちの方からもまず本当に国民の健康を願うんであるならば、吸う人は吸わん人は吸わんという環境づくりをきちんとやっていくと、タバコに関しては関してはね、はい、うん、そこからあの健康というのの方が、はい、まあ砂糖とタバコとどっちが健康に悪いかよ、それここいろいろでしょうからね、一概には言えんと思いますけれどもね、というようなこと、ナイスのパパさんからも、有識者会議で形骸化されてしまったもので役に立たないんだという勝手なイメージを持っておりました、しかし有識者会議とても素晴らしい提言書を出すんだなとイメージが払拭されましたと、この方はまあ、あの賛成の方らしいですけどもね、という、まあ、これはさっき言ったようなあのちょっと前の憲法学者の、はい、あるいは人選ミスでしたが、こっちはまあ国によっては良かったですね砂糖は健康に悪いですよと、タバコフリー社会こういうことですよ、取りすぎはね、はい、取りすぎは悪いと思いますけど、はい、そういう意味からすると、まあ、いい有識者を選んだなとおるにはこういう人はね探せば、はい、はいはいはい、という、まあ、あの、これ世の中、これからどうなっていくのかという。砂糖、はい、砂糖にも課税が、ということが迫っているかもしれませんね。ケーキ好きなのに。はい